始めてるんでしょ。痩せたら。あ、痩せたらね。だって、あの、痩せようって思う前に、いっぱい買った、あの、油そばとかのセットいっぱい家にいっぱいある。まだある。わしそれを食えへんって置いてやるから。え、もうダメなんじゃん。乾麺？あ、でもカップ麺みたいな。ああ、なるほど、なるほど。もう、だからコンビニってあいつも、あ、はいお邪魔します。はい、どうもいらっしゃい。いらっしゃいませ。あいつはもう、やばいよ。油そばのカップ麺、新発売、ボンボン出しおるから、ボンボン買っちゃうよ、ね。でも今でも？あれ？ダイエットしてんの？最近見て、うわ、これはついつい買ってしまったなって思ったのが、はい。あの、チーズカレーチキンラーメン。え、チーズやったかな？でも、卵カレーじゃなくて、卵のカレーヌードルじゃなくて、あ、カレーヌードルじゃなくてチキンラーメンのやつでした。へぇ。だからもうあのね、昔からそのチキンラーメンのカレー味って、うん、確か袋麺のやつで。チキンラーメンにカレー味あったんや。そう、あったのよ。それにドハマりしてね。はいはいはい。小学生か中学生かその昔。うんうん、で、うわぁ、こんなカレー味でチキンラーメンって最高やなって思ったやつが復刻みたいな。はい、復刻じゃないけども、その、まあ新しくね、うん、似たような感じで、カップ麺出たから、あ、これはちょっと懐かしいなと思ってついつい買ってしまったけど、はい、どうやっぱりね、小学校とか子供の頃に受けた衝撃っていうものは覆らないね。あの時だけ、だってもう、あの時だけクソガキの党内に戻ってた。そうそうそう、大学生の党内で。もう今となっては、あるあるっていうだけの反応になってしまうけど、ほうほう、ベビースターラーメンのカレー味、うん、あったなあ、あったやつもやっぱり子供の頃衝撃でそれしかも食わんかったわけよ。あ、塩味とかね、カレー味、あと、なんや、味噌もあったか。あ、はいはい。坊主のあの、ベビースターラーメンのね、こういうやつね、あのキャラクター、そう、やつがあったり、インドのターバン巻いてね。謎のターバン巻いてるやつ、ね。謎のターバン巻いてのカレー味。塩があれか、セーラー服の。あー、そう、セーラー服おじさんみたいな。セーラー服、ややこしい。セーラー服ボーイ、なんやろうな、難しいな。ちゃんとしたセーラーね。セーラーのボーイね。うん、じゃあ、セーラーの。船乗りの格好で塩味やって。はい、なんであれ、まあ、海やからそうでしょ。美味しかったな。チキンで、どんなキャラか。チキン、ベビースターラーメンのチキン味。チキン味っていうか、普通のノーマル味。醤油味じゃない、あれ、醤油味じゃあ何ですか、ベビースターラーメンって醤油味？チキン味？何？醤油味じゃないですか。醤油味。同じこと言ってる。俺同じこと言ってる。待て。醤油味は、また坊主？坊主。大体。いや、でも味噌味が坊主やんか。あ、でも元々キャラクター坊主やけど。坊主やないですか。あなんかかぶって中間麺、なんか、あの、そう。キャップみたいなかぶって、あの、字なんかね。あのね。あの、神戸で見そうな感じの。南京町で見そうな感じの。中華街とかね。そう。あ、美味しかったなぁ。でもなんか子供の頃も美味しかったのね。めちゃめちゃ食べちゃう。キャベツ太郎。キャベツ太郎は未だにこう、ついつい食べてしまうやつやけど。まあでも、ほぼスナック菓子食わんくなったな、やっぱり。ダイエットで。うん。っていうか、お菓子を食わんくなった。昨日、ひょっとこはん。はい、実際の自分の顔を描こうとして、ひょっとこはんの眉間描いてますよね。そうそう。あっ、うっは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 っほんまに謝らんとダメかもわかんないです。あと、ひょっとこはん一応その時間帯を覚えておいてください。何時？今、2時。じゃあ、もうあと5分くらいくだらんこと喋ったら口にします。あ、口にします。くだらんこと喋った。映ってますわ。皆さん映ってますわ。大丈夫なんかな。何映ったの？とんでもない汚いものが僕の口から一瞬出たかもわかんないです。わかった。はい、じゃあ、1時間後くらいからちょっと、じゃあ大丈夫、あの、YouTube に。あ、でも、ライブ、来てないよ。青森県にいますっていう方は。これ多分、大丈夫、これ20分前に来たけど、そんな前、反応する前にはおらんかったか、そんな。
いやーね。ああ、だから、で、何の話をしようと思ってたんやん。カリカリした話。カリカリ。眉間カリカリした。もうちょっと前。あ、もうちょっと前何やったっけ。ダイエット、子供の頃受けた衝撃。衝撃編。で、子供に、子供の頃に食うて、たくさん、ハマった。ああ、キャベツサラダ。子供の頃、あ、で、ボンチ揚げ美味しかったね。ボンチ揚げ。ボンチ揚げか。あ、みほさんどうも、はじめまして。大阪難波で飲み屋やってます。洋式左官からの店長です。普段は女装してるんですけど、今日はちょっと分け合って顔出し NG なのでこんな感じです。ちょっとすいません、またね、またもう一回だけ来て、もう一回だけ見に来てもらっていいですか。もう一回見に来てあたりで女装してると思うんでよろしくお願いします。あんまりさんどうも。来週の予想はほぼ予想じゃなくて僕一人でやってる時。あ、そう ね、それはありますか。それで狙ってくれ。あ、まあ、それで狙ってくれ。よかったよかった。そう、ヘルさんはおらへんけど。私は、関西演芸協会漫才師の地獄の遺伝子ヘルトーナイと言います。芸人でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。たけちゃん。あらら。ありがとうございます。たけちゃんたけちゃんっていう人はね、知り合いにはいらっしゃるんで、そのたけちゃんやったらいいんですけども、知らん人やったら、はじめまして。はじめまして。はい。よろしく。はい、よろしくお願いします。主演、ね、お弁当の方ね。お弁当さんが。いや、正直、この人、沖縄やん。いや、そうなんですよ。いや、来て。気使う。無理すなって。いや、東京から、連日で、15、16でチケット取ってくれてる人はいます。すげえ。あらら。でも、ね、東京から、あ、言うときたいな。芸人さんなんですよ。こちらは芸人さん。こっちは面白い人。こっちはただふざけてる。ひょっとこさん。ひょっとこさん。こっちはただし、組み分けって言ってたんですよね。今日は組み分け。もう。今日からのおじさんです。ダイエットね、ダイエット頑張ってるおじさん。普通に。うん、でも今回ちょっと調子いいですよ。だってもう2キロ減ってるから。うん、初め落ちたんが1週間前とかで。おい。なんか、劇的に早い。まあ、今日ちょっと食べ過ぎたけど、なんかその、うん、なんやろ、鶏ひき肉豆腐炒めはご飯の代用になりうるのかを試してみたら、はいはい、思いのほか死ぬほど量多かったから、多分それ食い過ぎた感はある。あ、でもね、これを思ってたよ。ボンチャゲの、はい、ボンチャゲなんかまだいい。ボンチャゲも大事だけど、昨日、ついにもう、なんやろ、ヘトヘトやったから、はい、てか昨日、飯食べてなかったんですよね。はい、全く。なるほどね。さすがにこれまずいと思って、うん、好きなの食べていいって、悪い日を見たんです。悪ひょっとこが出てきました。悪ひょっとこで。悪ひょっとこ出てきた。いや、それの悪ひょっとこの表現な。まだ、ならへんか、ずっと自分可愛がってるようにしか、自分を可愛がってるようにしか見えない。よしで、もう何買ってもいいって。もうだから僕、おにぎりと、おてち取ったんですよ。やって、つって。もう悪いし。いやー、悪いね。悪やから。悪いね、それは。わし、悪やからね。で、ね、食べたら、ね、胸焼けして。だから、もう、本来の僕の。そうそう、やっぱり、拒絶反応出ますよね。本来僕は、そう、僕は、ポテチ丸々一袋は食えへんかったんやってのに、ここで気づいた。なるほど。今までは、もう、ここはアホなって、だから、それで多分あかんかったんやな。だからその時に気づいて、また僕は一層炭水化物に対して、いい距離をまた取れるなっていうのが僕は発見したから、僕ポテトチップ作ったことに関しては無罪です。まあね、その確認作業みたいな。悪い日やから。食べたいなって思って食べてみたけども、それも拒絶するぐらいに体が変わってしまったから、まあ、お米との距離もちょっと離れながら、まあ、お米は別にまだいけんのかな。ポテチが離れること。もう、強いて言うなら、もうめっちゃ食べたいって食べたわけでもなく、なんか、どんなやったっけなっていう、どんなやったっけなっていう感じで撮ったから、もうだいぶ進歩してますよ、僕も。いや、だからどれだけ、あれよね、体をそっちに馴染ませるかで、もう自然と痩せていくし。楽に、うちもツイッターでスノーで投稿してみたけど、スノーってすごい水ぶとと全然違う。そうやで、これをスノー感覚で今言われてるっていうこと。これ多分スノーしてる。多分これスノーです。これ多分これスノーで顔認識でこれに変えられてる
まあ、悪い魔法、悪い魔法で僕、ひょっとこに顔変えられてると思われてる可能性が。ひょっこりさん。ひょっこりはんは、ほら、顔出てるやん。まあね、僕、ひょっとこさんは顔出てないからね、これ。ただ単にひょっこりはんと、まあ、ひょっとこって、まあ、ただ単に言葉が似てるだけの話。まあ、よく間違えられる。最近ちょっとね。まあ、ひょっとこってないんやろうね。ね。まあね、難しいよ。その顔で言わんとこ。やっぱりそれで言われてる。なんとも思わない。っていう感じか。だから、でもヘルさんなんか、そのダッシュ以外でちょっとなんかダイエットテクニック。僕はダッシュは使ってないですよ。ダッシュ。スープね。スープ。こんだし飲まんの？こんだし飲まねえの？こんだし飲まねえのか？ごく的に。おめえこんだし飲まねえか？ごくんもほんだし飲まんやろ。多分な。気づかん、いっぱい食べてるし、いっぱい食べてるから、ね、ギャンギャンって食ってそうな時に多分あっこいだしあるとしてバッと、あ、でも悟空が飲むスープってめっちゃうまそうやん。そう天下一武道会終わって、めちゃめちゃ飯そうだしね。ジャッキーチュンが、チュンさんが優勝しましたけど、チュンさんの本当は武天老様、仮面仙人様じゃないですか。はいはいはい。でチュンさんを解いて亀仙人で、実は悟空、お前よく頑張ってたなっていうの、みんなの見えへんとこでわしは見とったよっていう、頑張った悟空に褒美やって言うて、好きなものいっぱい食べって言って、そしたら、最終的にそのたくさんの飯食いながら本出し途中でね、悟空さがたくさんの料理の途中で本出し飲んで、その飲んでる本出しが異様にうまく見えるし、たくさん食いすぎて、ジャッキー・チュンさんで化けてた武天老子様の賞金が全部パーになる。それぐらい食うた。こんばんは、東京の大阪。あ、大阪。この麺いいでしょ。そうそう、まあ。メイドイン大阪。メイドイン大阪です。ほんまにメイドインって分からへん。これメイドインヒュてか、そうそう、チャイナでしょ。ブレてきて、気持ち悪くなってきたから、なんかないですか、ダイエット的なんは、でも、本出し飲み以外で、そんなジャッキーチューンが出してくれた、うまそうな本出しじゃなくて、それ出されたらどうしようもないね。水飲む。ちゃんと飲む、水を。決まったタイミングで飲むといいんですって。あ、だから3時、5時。みたいな感じやったりするんですけど、でも3時とかよりかは、寝る前にコップ一杯の常温の水。めっちゃ飲むよ、それ。めっちゃ飲まん方がいいみたいな。寝る前に、それ、こう。本出しやんか。本出しじゃない、本出しなんか飲んでへんもん。本出し飲んでるでしょ、寝る前に。水もこの状態、これ。間違えた、間違えた、こうですね。あ、こうね。でも、ではこう、ちょっと。知らんわ、その角度。で、起きた後も、まず常温の水を飲むっていうのが、いいんですって。まあ、ちょうど。循環させやすくなるみたいな。なるほど。ナイステクニック。みたいですわ。それだけ？だからテクニックとか、そのダイエットとか、なんとなくその体の循環させやすくするっていうのは、それかな。了解。じゃあ、めっちゃ水飲む。めっちゃじゃなくていいんですって。タイミング、その時間過ぎたから、本出しを飲むの。本出しから、もう離れながら、ぐわーっていくの。悟空久しぶりに、本出しぐっと行きたいわ。好きやん、やっぱ。美味しいよ。ぶっちゃけ、いや、美味しくないですか、本出し。いや、それは、ちゃんといろんな具材があってね。スープみたいなことになったらええけど、本出しのみを飲むっていうのは、まあまあ過酷。3日もやりゃ楽しくなってくる。ミッションやで、ね、それは。指令を遂行せなあかん、そんな。もう、すいません、ちょっとほんまに、濡れて、顔が、汗かいてないのに、顔は狭いみたいな、というか、告知行きましょうか。まで、ちょっとね、お願いします。そうですね、何があるかな。まあ、17か。17で、この先考えたら、7月の23日に、はい、23、月曜日ですね、はい、浅草で、はい、モノマネ歌手のね、難田健二さんの歌謡ショーがありまして、その歌謡ショーの司会を、地獄の遺伝子でさせていただきまして、そして7月の27日には、こちらがですね、神戸にね、神戸の新開地に、あ、はい、気楽館という、
あの劇場ができたんですよ。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。でそれがですねできまして、関西演芸協会、僕らがあの、まあ、入会させていただいております関西演芸協会でそのこけら落としの公演一つ歌させてもらえると。すげえな。そこで、まあ、あの桂九段寺会長も来られますし、平和ラッパー梅の葉っぱ師匠も来られますし、師匠クラスの方がねたくさん来られるんですよ。もう師匠クラスってなんか喜んじゃう。シンディラ・エキスプレスさんもね。ああすごいベテランさん。で、ね、チキチキジョニーさんも来られる。ああすごい、でいろんな方が来られて、そんな中での僕ら地獄の遺伝子が参加させていただけるということで、もらえます。またそこのね、チケット予約などがありましたら、そうですね、ツイッターで、はい、また告知上げてますので、そちらをまた見ていただいて、7月の28日には僕ら地獄の遺伝子、はい、鹿児島で、笑いライブやりますんでね。はい、あの、親父にメールした、ひょっとこのお父様に、ひょっとこ親父がメールしたのに、あの普通に無視されてるんで、ちょっと一回確認電話します、ね。まあ、タイミングがね、まあ合わなかったのかもしれない。親父はさすがに、親父に E メールは難しかった。たまにマジで無視されるんですよ。仕方ない、それは。一回電話、ちょっと電話する、電話する。電話までは、もしよろしかったらね、九州地方の方、はい、鹿児島の方いらっしゃいましたら、はい、白山ホテル、うん、前は白山観光ホテル、はい、もう超有名なね、どでかい。そのホテル何やったんホテルからね、あの桜島がこう見える。すごいっすね。綺麗なところ、そこでね、漫才やりますんで、はい、まだその九州、鹿児島の芸人、鹿児島芸人の方々と、そして、大阪からは花井東平さんが来てくれるということなので、ぜひ皆さんね、鹿児島の方、はい、九州の方来れるよという方はまた僕のツイッターに詳細載ってますので、はい、よろしくお願いします。そして8月の8月9日に、はい、僕奈良出身なんですけど、うん、奈良でお笑いライブやります。おめでとうございます。去年もやりました。はい、同じところでやります。はい、トラパレさんというところでね、うんうん、やりまして、奈良のその古民家をちょっとリフォームして、言ってみたらお母様がお子さんと一緒にお楽しめるというかね、いろいろそういう場所がありまして、あれですか、なんかカンフの像がいっぱいあるところでしたっけ。何でしたっけ。それは南京町っすか。カンフが多い、カンフとかのなんかでかい動画置いてあるっていう言ってませんでしたか。古民家はそんなものはないです。ないか。ないです。じゃあお父さんお母さんそしてお子様が一緒にあの楽しめる憩いの場がね、そのトラパレさんというところなんです、うん、でそこで漫才させていただいて、それが終わった後にです、はい、その期間中、はい、奈良公園では、はい、東海へというものをやってまして、奈良のね風物詩でございます。ブツブツ詩、灯籠をねたくさん奈良公園にバーッと建ててて、でそれを、まあ、去年もやったわけです、まあ、はい、オフ会みたいな感じで、うん、地獄の遺伝子と行く奈良東海へツアーと、これ今年もやりますんで、もしよろしければ。ありがとうございます。はい、またその詳細もね、ツイッター上がってますんで見ていただけたらありがたいなと思います。ツイッターの方は地獄の遺伝子ヘル島内でやっておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、先に謝っときますけど、東海って9日、9日、8月9日、はい、ね、あのね、これあれ、これあのこれね、あのこれで、ああもう近いから、あの東海よりもっと前から抑えられてた俺ですけど、あはい、というわけで、ね、そんな何の話をしてるのっていう方、はい、こちら真珠天波島というねお芝居やらせていただきます。大阪北真珠、はい、情けの行く末は、まあ、これ近松門左衛門さんのね三大真珠、まあ、有名な、ね、はい、そうですね、名作でございますけれど、あのうまいことここで僕手で隠してるところに僕映ってるんですけどね、あの今日うまいこと隠れてますよ。でこちらねお芝居出ますんで、8月15日の16時、8月16日11時16時の3公演になります。前より3000円で、まあ、当日生産とかも可能ですんで、まあ、よかったらの連絡とかね、電話メールとかね送っていただいて、1枚2枚くれ、8枚くれ、12枚くれ、どんどん言ってくださって結構でございますんでね、こちらでやって
ております。場所がね、大阪市北区道山町 1-21 モンテビル、B の1、まあ、通称バナナホールでございますね、はい、こちらでやらせていただきます。まあね、やっぱりその、まあ、新宿ものといえば新地曽根崎とかあっちの方が有名でございますね、はい、うん、まあ、だからやっぱりバナナホールの新地でお芝居ができるというのは冠でございます。ぜひよかったらね、もう僕がね、こんなことなってるけど、こんなことなってるから、この日は1秒もふざけない、1秒も溶けない、1秒もバカなこと言わないで真面目にやってるんで、見たいという方いらっしゃったらぜひよろしくお願いします。本当に見えない、あ、はいはいはい、はぁ、またもつもつもつ、あの YouTube の画像に合わせるんだから、こっちで、はい、8月15、16に、バナナホールで、こちら、新宿天の網島でやらせていただきます。まだみほさんね、また、また詳細欲しいな、とかって言った場合はありましたら、DM とかも送らせていただきますんで、はい。よろしくお願いします。こんなもんかな？ぐらいですか？今日は、もう、この辺で、組み分けということで。始まりと終わりを、ね、配信終わりということですよ。組み分けさ、配信終わりは組み分けてる。組み分けてます。ことでいいですか？組み分け取りますよ。うん。っていう感じで、はい、いいですかね？いいと思います。顔見たかった。顔ね、大丈夫。ちょっと待って。あ、ある？見たい。ちゃんと。しゃあないな、もう、こっちの方、綺麗な方見せる。見せれるやつある。あっつ。なるでしょ、そら。つ、いやもう、濡れて仕方ない。おお、出てる。ああ、それいいね。なるほどね。はい、こっちね。サラザーユ。こっちね。僕、普段は、こういう、お女装させていただいてますんで。また僕のツイッターのアカウントでもね、最近のパンパンに太った仲良しマスミの写真いっぱい上がってますんでね。この時どれぐらい？この時は死ぬほど痩せてた。この時52とかですよ。ああ、やっぱりそこなんやね。ガリガリのガリ。52がガリガリのガリガリ。いや、でも逆に、ガリガリや上にイカ水やったから、なんかちょっともう失言かなと思うんですけど、ちょっと栄養が足りてない、こうみたいな体型やったんで。ちょっと気をつけないと、ね。それは、卒業したい。それも卒業した上でのダイエット大成功作戦でございます。頑張りたいですね。っていう感じで綺麗にやってますんで、ぜひよかったらよろしくお願いします。はい、という感じで、今日は、この辺で、組み分け以上ありがとうございました。組み分けたよ。組み分けたからな。はい、お疲れ様です。また、いつも一人でやってますんで、よろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またよかったらね、こちらの方でチャンネル登録、あとは、次のおすすめの動画とか上げてますんで、よかったら見てやってください。どうも、ありがとうございました。